ハロー、アサギーニョです。本日はやりたいことがあります。目ん玉をレインボーにしたい。今日はちょっと下まつげね、描いてないの、コンタクトつけると思って。普段私が使っているのはね、グレーのこういう感じの使ってんねんな。わかる？あ、閲覧注意、ちょっと怖い人は見ないで。こうずらすとこういう感じのベージュとグレーの間使ってるんだけど、今回はインスタグラムのストーリーを見てたら広告に出てきたのね。なんだこりゃと思って、これちょっと使ってみてほしい人って言ってストーリーで聞いたら、みんながやって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 って、そう言ってくれたから、背中を押されて買っちゃいました。でもさ、うちネットでさ物買うとかあんま信じてなくて、でも最近はね、もうなんかネットの広告のやつとかもみんなこう買ってたりすんのね。結構なんか安心していいのかなみたいな。こういう感じです。箱はクララコンタクト。クララが立った。何これ、あ、コンタクト掴むやつじゃない？こんな指の方が絶対いいでしょ。これ傷ついたりしないのかな。すごい、ご丁寧にどうもありがとうございます。出た。先に見せると、インスタのストーリーの広告ではこういう写真だったのね。しかもなんかレインボーって言ってもさ、ちょっとこうなんだろう、アニメ系というよりかはもうちょっとナチュラルな雰囲気がしたから買ったんだよね。はい、こんな風にケースとコンタクトが入ってて、私は目が悪いからマイナス 1.0 を買いました。キュン。じゃーん、こんな感じです。はい、気になるレンズです。3、2、1、GO。 めちゃくちゃレインボー。レインボーにも色味があって3種類あったんだけど、私はこれにしたんだけど、多分黄緑、オレンジ、紫、ブルー、ちょっと赤っぽいのも入ってるな。え、いろんな色が本当に入ってる。ちょっと今日はニューアサギーニョで、このコンタクト、このクリームグレージュは何年も何年もこれだから、新しいコンタクトするの本当何億光年ぶりだわ。開け方もわかんないもんね。何これ、緊張の一瞬、可愛くなれるかな。バキュン。ちょっと一回撮るね。私のコンタクトの撮り方めっちゃ独特って言われる。よし、あ、違うか、研究員みたい。おーおー、出てこないじゃん。乾いちゃう乾いちゃう。難しい。はい、出た。出た。うわー、宇宙人みたい。せっかくだからこれでやってみようか。優しく。見て、みんな。みんな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 見て見て見て。いろんな色だよ。では、装着していきたいと思います。バキュン。柔らかい。待て。よし。ここからはちょっと一回見ないで。来た。入った。あ、いけました。あー、これ意外と馴染む。ちょっとご覧に入れましょう。好きな人もいるかも結構。いけます。じゅーん。どう？じゃーん。レインボーなのわかる？わかりまっか？デカメ効果とかはすごいないんだけど、個性的。広告の写真、肉眼で見たらあれぐらい結構発色はすごいよ。お日様の光でこうやって普通に見たらわかるのね。なんか結構ピンク色が目立つかな。カメラだと映んない。あとだから写真とか内カメで撮るときとか映んない。わー、ビー玉みたいな目になった。なんかすごいミステリアスな印象。バキュン。ナチュラルなあのやつしかつけないみたいな人にはいいかもしれないよね。こうパッてこう一度見ると、はぁ、あ、なんかずっと見ちゃうなみたいな。まやっぱりリルムーンはやめれません。やっぱりやっぱりリルムーン、やっぱりやっぱりリルムーン、うん、やっぱりリルムーン。バキュン。あ、でもどっちがあなたはお好きでしょうか。なんかリルムーンのこっちのグレージュの方は結構大きいのね。こう見比べてみるとこっちの方が目が生き生きしてる。こうなんかね、ツルツルブルルンして純粋に見える。思わない？こっちはちょっと目が死んでる、本音で喋ってないような感じがするかも。あれ、でもなんやかんやこっちの方が大きく見える気もせんでもないね。こっちは色が薄いからかな。ね、ほら、ずらすとこんな感じ。怖いと思った人ごめんね。でも分かりやすいね。こんな感じのがキュンってフィットするといい感じになります。これからはちょっとこっちも使っていこうかな。バキュン。今日はちょっとこっちのレインボーの方で一日過ごしてみようかなと思う。この後お打ち合わせがあるから、その時にアピールしてみるね。わ、目の色が、あらあら、ずっと見てたくなっちゃうってなりそうな気もするんだけど。了解。
なんか気になるやつとかあればぜひリクエストしてほしいので、私が個人的に今気になってるのは痩せて見えるマイナス 17kg ジーンズっていうんだっけ、あ、マイナス 17kg かな、 17kg 痩せて見えるジーンズデニムが韓国のさテレちゃんのやつ履いてるやつでさ、めっちゃ気になってるから、あれはちょっとやってみたいなって思う。そういう系のさ、なんか面白いのあったら教えてください。じゃあ次の動画も見てね。バキューン、うわっ、照明が落ちてきちゃった。